こんにちは、開封戦隊紹介者の JP です。はい、今回ご紹介するのは食玩連結バズーカ。ラインナップは1番レールスラッシャー、ミニエナジー列車付き、2番ホームトリガー、3番トンネルアックス、そして最後4番は信号ハンマー&鉄橋クロー、以上の全4種類です。はい、ちょっと前にデラックス版で発売された連結バズーカ、これの食玩版が登場しました。ではパッケージから確認していきましょう。まずは前面、はい、こう横に並べるとやっぱりカラフルですね。そして上はこちら、サイドは今回のラインナップの紹介、後ろはこんな感じになっています。商品名の通り連結バズーカーに合体することができます。あ、ちなみに値段は1つ税抜きで300円です。ではまず1番のレールスラッシャーから開けていきましょう。せーの、おい、おお、想像してたよりかなり長い。はい、中にはレールスラッシャーの本体とエナジー列車とエナジー列車用のシール、そしてラムネ。エナジー列車のシールを貼ると、はい、こうなります。窓の部分と両サイドの1枚ずつ、ちゃんとこれ黒とシルバーで塗装されているので高クオリティだと思います。あとこれもこの辺の赤の塗装とかもしっかりされてますし、うん、なかなかよく再現できていると思います。かっこいいですね。長さもかなりあります。しかもこれ、おお、ちゃんとスライドするんですね。このようにエナジー列車をくっつければ、まあ、最悪合体しなくても、こんな感じで列車を走らせることができます。とりあえずレッドだけ買ってこうやって遊ぶのも全然ありですね。はい、では続いて2番ホームトリガーを開けます。せーの、お、おお、お、大きい。はい、中にはラウネとホームトリガー本体とシールが少し、シールを貼ると、はい、こんな感じ。このシールとこのシール、すぐ貼れます。うん、とにかく大きい。ちゃんとグリップの黒の先はシルバーで塗装されてるのがいいですね。残念ながら、トリガーを引いたりすることはできないみたいです。完全に固定です。多分これは、ロックですね。先にやっちゃうか。これだと入んない。こっちだと入んないんで、反対側にペコッとやって、ガチャンと。もう一回押すと、はい、ロックされて、取れなくなりますよってことですね。あと、これは、なんだろう。これは、説明書によると、おお、そうか、なんと。おお、これはデラックスと同様、発射できるってことですね。あ、ちょっと合体が楽しみになってきました。さあ、次行きましょうか。じゃんじゃん行きたいと思います。3番トンネルアックスです。これも横にかなり大きいんじゃないかなと予想します。せーの、ほっ、おー、すげー、すごいね。今回ホームトリガーよりさらに大きいっすよこれ。はい、中はラムネとトンネルアックス本体と TQG の両サイドのシールが1枚ずつ、こことここですよね。では貼ります。はい、シールが貼り終わりました。10秒あれば余裕で貼れます。はい、もうシール貼れば、おー、もう完成度超高い。で、これを、ここからパカッと開ければ、はい、でけー。これで300円。ボリューム的には、トンネルアックスが一番今のところはおすすめです。では次行きましょう。はい、では最後、4番、信号ハンマー&鉄橋クローです。2個入ってるのに、めちゃめちゃ軽いんですよね。せーの、ほい、出たー、ちっちゃいやつ。イエローじゃないなと思ったら、黄色い部分がシールなんですね。なんでピンクは塗装されてるのに、イエローは塗装じゃなくてシールなんですかね。あ、あー、そうかそうか。あ、いいじゃないですか。信号はちゃんと赤と青でちゃんと塗装されてるんですね。これはね、乗り換えチェンジシリーズでも省かれていたんで、これは嬉しいですね。はい、シールを貼るといいじゃないですか。連結バズーカになる時の信号ハンマーは劇中でも小さいので、この小ささに慣れました。単体での武器としてでは一番大きいはずなんですけどね。はい、で、こちら鉄橋クロー。鉄橋クロー、もっと小さいかと思ったんですけど、意外と大きいですね。ピンクで塗装されているので、両サイドとも。これもなかなかいいと思います。鉄橋クローの中も、大人で指1本分ぐらいですかね。取んないんで、子供だとやっぱ2本ぐらいですかね。2本か3本いけるかどうか。ツンツン遊びは十分可能ですね。これ重要。
はい、では全て開封しましたので早速連結バズーカに合体してみましょう。まず準備、先ほどご紹介したこちらのロックボタン、これをこっち側にカチッとしておきます。そしてトンネルアックスのこの部分、ここにもロックの機能があるので下に引っ張って、こんな感じですね、こうしておきます。ではまずホームトリガーに鉄橋クロウを合体します。そしてこの上に信号ハンマーを乗っける。そしてここにレールスラッシャーを差し込んでロックします。これでもう引っ張っても取れなくなりました。最後にレールスラッシャーの先端にトンネルアックスを差し込んで下からロックすれば、これでトンネルアックスも取れなくなりました。トンネル部分を作れば、はい、連結バズーカの完成です。巨大ですね。想像以上に大きいです。これは意外と4種類集める価値あるかもしれませんね。はい、レールスラッシャーのこのパーツにエナジー列車を差し込んで、多分これ後ろに引っ張るのかな、後ろに引っ張るとカチッと音がしますので、これで多分緑のトリガーを引くといきます。せーの、すげー、ちゃんと発射する。いっていきます。せーの、おー、あー、ちなみにちょっと大きいかもしれませんが、乗り換えチェンジシリーズの連結バズーカーにも意外とこれありじゃないですかね。乗り換えチェンジシリーズの武器が合体できないので、こういうのも、うん、ありな気がします。はい、ということで今回は連結バズーカーの直眼をご紹介しました。ほんと一つ300円とは思えないぐらいクオリティは高いですね。どれを買っても満足できると思います。プラモデルがまだ難しいっていうお子さんにとってもこれだと作る必要がないので、まあ、ちょっとシールはありますけれども、ほんとシールを貼らなくても遊べるぐらい、ちゃんと完成されているものですので、箱から出してすぐ遊べるっていうのがこの食玩のいいとこですね。そして全部集めた時の楽しみもあって、まあ、こういう発射のギミックもあるということでおすすめできる食玩だと思います。以上、列車戦隊ドッキュージャーの食玩連結バズーカ全4種類をご紹介しました。